はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。何してる？ここはどこ？ああ、砂掘ってるね。オッケー。砂を掘りながらなんか作ってると。あれ？砂持てる？持てる？オッケー。これで、あれだね。砂ががっつり溜まって、さらにキューブのレベルが上がって、ウハウハの予定。何本作るの？あと60本。いいね。タイム4グループ投げ捨てればちょっとだけ速くなる。大丈夫だよね。砂落としてないよね。石も落としてないよね。これ分けとこうか。石も分けとこうか。オッケー。なるほど。難しいな、タイミング。結構掘ったね。ウォーカー欲しいな。ウォーカー欲しいな、本当。60ってこんなに多かったっけ？あ、落ちたっぽい。じゃあ、これ一旦変えるか。さあ、戻ろうか。砂は結局、まあまあだな。まあまあだね、取れたのは。で、とりあえず外側を作っていこうか。で、やっぱり四隅に、ね、監視塔みたいなのを作りたいよね。どうしよう。今作ってるところの外側に組み立てればいいのかな。そしたらいい感じになるかもね。コンクリート作ろっか。クレイ。ストーンまで。こっちでストーン行くか。セメント。こっちも行く？50は少ないから、これにしよう。セメント。見といた方がいいのかな。ね、リスククラフティングレベル上がってるもんね。これを作りつつセメントも作ってるから2倍美味しいはず、多分。ワークベンチで火薬を作りつつ弾を作る。そしたら2倍美味しいかもね。今度だな、今度。結構時間かかりそうだね。よいしょ。よし、そしたら、これ飲みまして、水か。水用意しないとな。水用意しないとな。
ケツ。バケツで水汲んでくるか。よいしょ、うん、バケツで水汲んでいきましょう。火薬もね、あれがないからな。ガスもそこそこ溜まってきてるもんな。それよし、とりあえず外出て。あ、そう、コメントで面白い話聞いたんだ。要塞って多分これのことだと思うんだけど、シャワールームに秘密の部屋があるって聞いたんだ。あー、ポッター塔ができてる。あ、できてない。よかった。よかったっていうのはおかしいけど。よし、シャワールームここだっけ。ここだ。この上か。この上に秘密の空間があるんだな。どうやって行こう。どうやって行こう。壊したくないけど壊すしかいけないよね。これはうまい。ここに隠れたのはうまいぞ。もったいないけど壊そう。勝って。おー、気づかんかったね。これはミスです。なるほど、本当にこのお兄さんのためだけの空間だね。もっとらないや、一回。もっとらないや、一回。え？もっとらん。もっとらん。あ、ラッキー。へえ、気づかんかったな、俺は。すごい。で、ポテトできた？できたけど9個もあるわ。9個もあるわ。ちょいと多いかな。こいつらまだかよ。ポテトもこっちしまっとくか。仕方ない。植えたいけど仕方ない。あれ？なんか作るの終わってるね。え？ 2 って嘘だろ。石がない。オーガー欲しいな。本当に本当にオーガー欲しいですな。どうしたものか。燃やしてる。いける。アックス。お、なわけね。あ、もしかしてマイナー、マイナー、マイナー。まだか、77か。遠いな。34。まだ558だから、もっと先だな。レベル上がるのは。あよ、600作れるようになりたい。わ。よいしょーい。いいね。モテてる？モテてないんじゃね？なんかしらモテてないんじゃね？やっぱり
石不足か。そうなる気がしてたんだよね。このゲームオーガーが必要だな。オーガーも削れるようになっちゃったって言ってたね。どんぐらい掘れるのかは知らんけど、オーガー求めて3000で走りに行く。お、何？なお、お、7じゃん。鉄掘れば結構経験値もらえたら、本当に余裕。石よりポイントはもらえるのかな。当たれ。うわ、危ない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 。いいね、鉄いっぱいあるよ。鉄はもう足りるな、この鉱山がある限り。鉄はもういつまでも続く。多分簡単には使い切れない分ぐらいある。まだ上もあるし。よし。したん。砂か。レベル上がらんな。78だっけ今。ゾンビ走るやん。セメント美味しい。ショベルト変えようよ。変えてくるか。違う、これ壊れてもいいしね。花がなんでこんなにいっぱいあるか知らんけど。行け。お、何？ミスクラフトか。ダメだな。
30。もうリードも余裕だねこれで。ここでブラスが取れれば最高だったのに。ブラスは落ちてないからな。砂一箇所だけかい。オッケー。ちょいと採掘しすぎたから今回。でもやっぱり石が足りない。ここじゃなくね、ここじゃないね。正しい方が暗いっていう残念な。まあ砂も多少は使ったかな。お、鉄が2000めっちゃスタックされてる。やったじゃん。よし、バケツ。あー、しまったしまった。もう夜や。31か。スチールアックス使っても31の壁は越えられないだろうな。まだマイナーのスキルが上がればね、サクッと決まりそうな気がするんだけど。あと1じゃん。頑張れ。もうちょっとほら、光は見えてる。光は見えてるぞ。もうちょっと掘れば。ほら。ほらよ。ほらよ、ほらよ。頑張れ。もうちょいとレベルを上げろ。マイナー80になるまで遠いな。来た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 。マイナー80来た。そしたら69、マイナー69来た。ブロックダメージプラスパー。わあ、俺の時代が来ました。振りかざすだけで石が溶けていく。よかった。これで石破壊も効率で何倍にアップしたかわからんぐらいの速さよ。超速いわ。いいね。ほら、いいね。
頑張れ。よいしょ。やっぱこれ、ああ、ない。ないないない。ピッケル。ないなら作ってしまえ。ああ、半分までいかないのか。断然こっちの一発の方がいいよ。お、繋がったんじゃない？もうちょい。よっしゃー、繋がったー。ちょっとっていう。いいねー。うわ、スタミナが。あれ？ゾンビさんが上にいらっしゃいますね。じゃあ今日はこのゾンビさんを処理したら帰ろうか。めっちゃガシャーンって言ってる。何を壊そうとしているのか。上がってきたし、お、当たるね。頭、おいおいおい、ヨウヨウヨウ。めっちゃ走ってきてるやん。ダメだ、当たんない。なんで？よし。どっから上がってきたし、こいつら本当。ちょっと聞いてないよ。聞いてないわ本当に。ああ、死体なくなっちゃうし。いらないし。スコップかな。バレてないんかよ俺の位置。うそうそうそ、めっちゃ殴られたやん。よし、めっちゃ来るやん。いって、いって、なんか当たるんだよ。あ、もうどっか行けよお前。ちょっと待って、犬？ミニコードか何か。え、何？まだ来るし。しかしこれ貫通するのいいな。結構やられてますけど。おお、びっくり。いいね、それは俺が望んでるアイテムだよ。ダメ
ージを受けているので置き直します。いらないスクラップ、これね、ヘルメットがある。お、犬、剥がしてもらおう。あ、今回25分もプレイしてる。仕方ない、ゾンビが来たんだから仕方ない。あ、拾えないじゃない、こうだな。よし、というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。朝になってしまいましたが、何ダメだ、おりゃダメだこれ。よし、よし、朝になってしまいましたが、まあ次回はちょいとあれができたんで、コンクリートを量産しつつ、なんで石っぱいあるやん、砂がなくなった。今度コンクリートを量産しつつなんか作っていきたいと思います。よろしかったら次の動画見てってください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。米が炊けました。セシカでした。